新マスターハンターです。2018年、神室町では関西から進出中の極道たちが次々に殺され、その目をえぐり出されていた。かつて弁護士だった神室町の探偵、八神隆之は容疑者のアリバイを証明し、だが同時に真犯人の存在をごく間近に感じる。名もなきその殺人鬼に八神はモグラと名をつけた。神室町で目をえぐられた被害者はこれまでに3人いる。この間の組以外にあと2人、全員協力会の組員だ。そいつらを全部やったのがそのモグラだな。ああ、そいつに羽村の頭は組を引き渡してたんだ。でもあいつはそのことをまんまと隠し切ったまま無罪放免、俺らをコケにしてくれた。借りはきっちり返さないとな。おう、やるならとことんやろうぜ。金にはならねえけど。そう言うなって。だいたい頭はなんでモグラのことをかばうんだ。下手すりゃ自分が無所にぶち込まれてたろう。さあね、まだほとんど何にも分かってないんだ。俺らはまずモグラを知る必要がある。だからここに来たんだろう。モグラの最初の犠牲者はこの場所で見つかったんだ。ああ、第一の事件があったのは8月の末。被害者は協力会の真柴健吉、27歳。久米よりさらに下っ端だ。目はえぐられてて、朝方死体発見の通報があった。マシバはどこでどんなポーズで倒れてたろう。いや、ネットの情報じゃそこまで出てねえ。そっか、それじゃあ調べようがないな。なあ、警察だってモグラを探したはずだぜ。それでも見つけられなかった。俺らだけでやれんのかね。大丈夫、俺らならやれるよ。その自信はどっから来るんだ。モグラを追う鍵は羽村の頭が握ってる。あの人のことなら警察より俺らの方がずっと深く探れるんじゃない。まあ確かに。ただその前に必要な情報を集めとかないとな。探偵にとって地道な努力の積み重ねが真相に迫る一番の近道なんだよ。なるほどな、分かったよ。次に第二の犠牲者が出たのは10月とある。場所は天下一通りの裏路地だ。行ってみるか。いや、そっちは俺一人で行くよ。その代わり海藤さんは前言ってた情報屋に連絡取ってくれるか。あ、綾部のことか。警察の情報を流してくれるんだろう。俺らにはモグラの捜査資料がいる。分かった、聞いてみる。よろしく。
そう。すいません。どうすればいいんだろう。どうしよう。すればいいんだろう。もうダメだ。お願いします。え？仕方ねえな。
ばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。こりゃうまい。さ、行くか。どうも。どうも、よろしく。ねえ、八神さん、
ん？はい。またね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。怪しいな。なんだ。怪しいな。もしもし。あ、おい待て。そこ止まれ。いや俺は上等だよ。
待て。期待すんなよ。これ頑張ったご褒美。俺のだろ。まあ計画とは違ったけど結果的に助かったよ。サンキュー。計画だと何がサンキューだこの野郎。それじゃ。あれが神室町の窃盗団か。なあ、いらっしゃいませ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。なあ。八神さん。おう。ありがとうございました。八神です。おい、八神さん、ああ。
八神さん。八神さん。いらっしゃいませ。ありがとうございました。時間食っちゃったよ。おお、やっと顔出しに来やがったか。どうも。そんなにご無沙汰でしたっけ。ああ、今ちょうどお前のことを話してたとこだ。お忙しいんですか、八神さん。別に、金になる仕事があればいつでも受けるよ。いつもエネルギッシュですよね。喧嘩も強いし。カンフーやるんですか。ガキの頃基本はかじったけど、まああとはストリートの我流だよ。だからまあ流派で言うとカムロ町流。カムロ町で鍛えられたみたいな。なんですかそれ、ちょっとかっこよくないですか。あの八神さん。ん。実は
お願いしたい仕事があるんです。いいよ、どんな仕事？今来ているのはこちらの案件です。依頼人の方には八神さんの事務所の場所をお伝えしておきますから。わかった、いつも助かるよ、沙織さん。よう、お前まだ何か探ってんのか、この間の事件。ええ、何かまずいですか？いや、まずいっつうか、あれはもう終わったろ。調べてもらっても金は出せねえぞ。いいですよ、うちが勝手にやってるだけです。でもあれだぞ、お前羽村が真犯人隠してるって思ってんだろ。それであれこれ調べてるって聞いたら怒るよな、羽村は。向こうが先に俺らをコケにしたんですよ。裁判の後頭と何かやり取りは？新谷がよく電話で話してるけどな、一緒に飲んだり仲良くやってるよ。へえ。さあどうぞ、服部さん。狭い事務所ですが。分かってます、何度も来たことありますからね、八神さん。忘れてた、あ、今新谷が取材受けててよ。ねえ、八神はここにいないものとしてくださいよ。でないとお宅の読者にこの間俺が勝ち取った無罪まで怪しいと思われる。いやいや、新谷先生は大丈夫ですよ。私もしっかり傍聴していましたし。帰ります、俺はお邪魔みたいなんで。この間の裁判、八神さんもご活躍だったんでしょ。ぜひ新谷先生とツーショットで一枚。お茶をどうぞ。これはこれは、わざわざありがとうございます、城崎先生。しばらく寝とけっての。
見てんだ。ったく時間食っちゃったよ。はい。
お。
して。八神さん。